こんなとこあったんだ。今ね、博士のとこに戻ってんですけど、なんか、来れた。来れたし、あのね、今気づいたんですけど、この爆破のグレネードの武器なんですけども、チャージができるんですよ。で、この銃の周りに3つなんか三角のやつがあるんですけど、これがね、弾薬みたいで、ね、貯められるんですよね。火力やべえでしょ。はい。まあいいや。で、風船処理手順。前見たね。はい。そうね。動物から離れた場所で保管すること。で、この風船から出てくる黒い物質を定期的に掃除すること。だって。で、黒い物質は、風船のなんだ。リボンの部分から粘り気のある物質を、リボンの部分から出してんだって。なんでしょうね、これ。そんなんだろう。子供の悪い部分を吸い取ってんのかな？で、出してんのかな？いい風に考える、考えるならね。だといいけどね。はい。こっちもある。ああ。一応さ、届くようになってんのかな？エアーシューターだっけちゃんと連絡事項は届くようになってんですかね。前回の戦闘でね、めちゃくちゃ着地が上手くなったから、今の、こう、落下中に×ボタンを押せば、なんだ、落下をね、軽減してくれるんですよ。それやんないと多分今ので、言ってたからね。あれが上手くなったかな。はい。うん。いや、大変だった。あ、まあ、一応ね、You killed it! You found the source and you killed it! I could have learned so much from a live specimen! Her concern is touching. Really, it's too much. Here, I brought you a sample. A piece of the innermost mold! You're not such a lost cause after all. Strange. So different, even superficially. Another stage of growth.Perhaps. Please, no more stages. You'll be pleased to know that cutting down the creature at the source has already resulted in a notable cessation of the mold's rapid growth. You've bought me time for further study. So what now? I'm glad you asked. While you were busy in the pit, a number of mold hosts were sighted beyond the threshold. They managed to sneak out without the rangers noticing. There's a reason.I didn't send Steve and Andy to find the mold source with the others. These vagrant hosts must be eradicated as soon as possible. The mold can still be spread by their overgrown bodies. Any idea where they went? The hosts I've observed are not a sprightly bunch. Here are the reports I've received. They'll help you find them. I'll go take care of them. Good. And do be quick about it. There's a nice way to say that.おお、まだあったんだ。Thanks for the information. My pleasure. まだ続くんだ。マジで。いや、前回のミッションすげえ大変だったからさ、ちょっとサブミッション置いといてメインに戻りましょうみたいに言おうかと思ってたんですけども、うん。これはどうだろうね。巨大ボスほど強くはないのかなとか思ってんだけど、人型のボスはまだね、やれてる気がするんだよね。これやろうか。やっちゃおうか。各部門だね。いろんなとこ行ってる。あ、いや、この階だね。この階層のいろんなとこに散らばってますね。
どうしようか。上から行きましょうか。超心理学。はい。逃げ出したね。モールドホスト。まあ、人型ですよね。お倒しましょう。はい、来ました。超心理学ですね。で、行く前に、ポイント使っとこうか。さあ、いろいろ取ってきたけども、そう、エネルギーの総量がね、今は少ねえなって思って、全然上げてなかったっすよね。新しい能力に目がいっちゃって。これ取れないんだ。3つまで持てて、投擲オブジェクトを持ってる間にエネルギーが回復。とか、全部取んなきゃいけないんだ。なるほどね。いや。じゃあ、HP を上げて、うん。で、次4必要なんだ。で、あとエネルギーを上げようか。もっと早くやっとくべきだったかな。伸びた？どうなんだろう。で、まあ、前回めちゃくちゃね、やって、ちょっとだけポイント増えたのかな。まあ、最後ボスも倒したしね。で、いろいろ強化ができますと。いうことで、いや、できるのは連射だけか。終わった後にね、連射が。はい。はい。連射ね、いいんすけど、あ、三つ目が解放された？すげえ。はい。まあいいや。まあ使うのは、基本は爆破とこの普通の銃っすよね。これが使いやすいかな。で、この向こうっすよね。あそこ行けんな。行けますよね。ここにいるみたい。降りないとダメかな。どこだ。ん？あ、ちょっと待って、汚い。汚いよね。あの00なかったよね。あそこか。こう一応まあ、真ん中降りて、急に包囲されたら嫌だから、こっちから行くわ。これも今思えばすごいよね。これなんだ？頭に電極つないででしょ。すげえな。あ、汚い汚い。来てるね、これは。ここですね。上にも、いや、上は、大丈夫か。こっちに行ってますね。え？こっち？ああ、すげえ。あれ？こうやってさ、小島監督のラボじゃない？違う、OK。うわ、すげえ。開いてる。行った。ちょっと待って。あんま壊したくねえな、やっぱ。なので。あ、当たんなかった、普通に。普通に当たんなかった。すげえな、やっぱ撒き散らしてんだ、モールド。モールドをね。で、モールドに汚染されたら、こういうのが生えてくるの。すごいね。で？あ、こんなもん。これだけ？あ、いや、まだだね。超心理学部門で、お、まだあと、2体ぐらいいるね。ゲージが、ちょっと3分の1溜まっただけなんで、探すんだ。そういうことか。活発的じゃないって言ってたから、本当にもう探さなきゃいけないね。だから、爆破だとちょっと危ないかも。急に出会っちゃってびっくりショット。
やっちゃったら自分もね巻き添え食らっちゃうから。湧いた。あ、じゃあこれ行ってみる？なんか緑っぽいもんね。あ、ん？こうデロデロしてるね。してますね。じゃあ戻ろうか。うん。あ、今、あそこに。何してんだ、あいつ。先手必勝ですよね。はい。ここあれか、アストラル展示場だっけ。何してんだ、お前。うん。ゼロゼロを巻いてたんすかね。はい。まだ中いんのかな。あれ、どうしようもないんだよね。で、戻ったら、ここじゃないっけ？なんか見えたよね。ここじゃないっけ？また見れんの？前見なかったっけ？多分前見た気がする。セーブポイント。で、ここね。さっきのエレベーターホールから見えていた場所ですよね。はい。なんか痕跡、いた。探すの結構楽しいかも。どうしようか、奥から、どうか。一体だけだよね。いた。何してんだあいつ。勝て。勝て。ちょっと待って、今のさ、ちょっと弱くなってる？どうだっけ？照準中のダメージとヘッシュ、あ、ヘッシュが、ネットショットが絡んでなかったのかな？かもね。はい。さあ、これで、一部門倒したね。で、次は、セントラル研究。まあ、真ん中の巨大な木が立ってたとこっすよね。あそこに行こうか。あそこは、最初マーシャルと出会った場所から行けるよね。すぐ降りて。いた。いた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 。いた。いましたね。窓から見てますね。通ったら向こうのテリトリーですからね。狭いし。あそこどうやって行くんだ？あそこから行くんか。ちょっと行ってみようか。結構この浮遊能力を手に入れたことで、行ける場所はね、増えてんだよね。はい。こっからね、入れるんですよ。ここに。ここに入れて、で、ここね。はいはいはい。開けなさい。お？一能力ポイントなんで？え、なんで？あ、こういうとこ来たからってこと？特別な場所に。ってこと？隠し部屋みたいなさ。そういうことかな。そうなんだ。じゃあ行かないとね。今どこだっけ？あそこもさ、行けんだよね。あそこはまだ、行ったことないから行ってみる？ちょ、なんか、関係ないこと、あ、やべ、敵出てきた。ちょっと待ってね。オッケー、このね、センター？真ん中の場所はね、すげえ敵出てくるんだ。だからあんまり来たくはなかったんですけどね。しょうがないね。とにかくね、敵が湧くし、湧く頻度も多いんだよね。一回やってもまた湧いてんじゃないのかな。で、ここね。ここは、ちょっと来ないと。おー。ダメな場所だよね。
でしょ、あ、いや。どっかから来れんのか？あ、ちょ待て。いる。ほんと、隠れてるね。これは、アブラハム・ルイス博士って人が、アンダーヒル博士の言ってることに対して、これまあ疑いですかね。はい。彼女が言ってるモールドですよね。今、まあ私が相手にしてるものですけども、に対する認識は間違ってると。モールドは、すごいまあ複雑な微生物でできてんだって、って言ってるんだけど、そうじゃないと。成長が早すぎる菌なんじゃないのかって言ってますね。で、あとは予算すぐ承認しすぎじゃねみたいな。まあ文句ですよね。まあかなり激しいこと言ってるんで、まあ自分のあれがなかなか降りないんでしょうね。許可が。っていうのもあるかもね。はい。ああ、こうか、そうか。ここにあるね。来てる証拠室のやつが。あと、これちょっと近そうだな。急に、出会う可能性あるね。おお。あ、そうか、こういうとこも入れるようになったんだね、そういや。ちょ、待って、ぐちゃ、霧がすごいんだけど。あ？パッと見見えない。登れない？入れるようになったのはいいんだけど、どこだ？どこだ？あ、隠されたロケーション発見。あ、そういうことね、やっぱ。ん？で、どこだ？ここはいないのか？ちょっと待ってね、このアイテム待ってね。あ、いててて。いるというかめちゃくちゃいいんじゃん。え、急に湧いた？あれ。はい。OK。ほんとまっすぐ来るだけだね。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ湧いてない？あ？どっかから入ってきた？まあ、いっか。急に地面からニョキって出てきたのかな？出てきた瞬間が見えなかったっていうか、すげえ見づらいからね、ここ。ハンマー。ハンマー処理手順。はい。収容手順は、この魔法のような効果を抑制する方法は未だに分かっていない。魔法だって。だけどその効果は、触れた有機物質ってあるから、まあ人以外もですよね。動物もかな。うん。未確認の病にかかるんだって。ハンセン病に似てる。で、これ自体で、この病自体で死に至ることはないけども、二次感染で亡くなるケースもあると。で、触れる際は安全手袋を装着するようにと。なんか普通のハンマー使うときと同じ、あれですね、ルールですね。なんだろうね。ハンマーなのに物理ダメージじゃないんだね。おい。で、このサブミッションね、結構やっていいね。これ隠された場所を見つけることによって、ポイントがもらえますからね。すごいいいっすね。あ、ここも来たんだ。アイテム。
これもね、ゲットしないと。これをゲットすることによって、銃かな？銃の素材とかもゲットできるんでね。出しゃばりの傾向。どうしたん？なんで脱いでたの？ああ。で、大規模なって言ってたから、兵士がつけてるヘドロン共鳴増幅器だっけ？名前ずっと間違えてる気もするんですけど、あれは人一人を守るのが限界だったじゃないですか。で、それもまあ壊されてしまえばみたいなとこあったし、そうじゃなくて、もっと巨大なものを作ったってことかな。か、この主人公みたいなこのなんだっけ、ポラリスだっけの世界への切符を手にしたみたいなことかな。わかんないけど、まあ、何かの準備ができたってことですね。はい。ということで、じゃあ今回これで以上ですね。まさかサブミッション1個終わんないとはね。まあでもこれやって結構ポイントがゲットできてるんで、いいっちゃいいんですけども。ね、この眠ったままのポテンシャルって何？まだ強化できんの？すげえ。まあ、ジュークボックスもやんなきゃね。いや、ジュークボックスはね、ちょっと後回しにするかも。今やってるミッションが終わったらメインに戻ろうかなと思いますけどもね。はい。ということで、じゃあ今回はこれで以上です。ありがとうございました。